2021年12月22日、日本の防衛省、イギリス国防省、ロールス・ロイスからそれぞれ発表がありました。その内容とは、1、両国の次期戦闘機である FCAS 用として想定したエンジン実証機を2022年1月から共同開発すること。それについて、イギリスは3000万ポンド約45億円を計画、デジタル設計、革新的な製造開発に初期投資すること、さらに2億ポンド約303億円を投入して、実物大のエンジン実証機の開発を行う予定です。イギリス国防省によると、この取り組みは、インド太平洋地域におけるパートナーシップの強化につながる重要なもの。日本周辺へのイギリス空母クイーンエリザベス派遣、10月の日英2国間防衛協力の推進と合わせて取り組みを進めており、今年夏に防衛大臣と防衛長官が協議をしてから加速したといいます。ということで、両国の得意な技術を持ち寄って実証エンジンを作るわけで、次期戦闘機に搭載する試作エンジンとまでは言っていない点が注意すべき点かもしれません。ただ、お互いの技術水準を確認し、これは取り入れたいという技術があれば、部分的な技術提携につながり、次期戦闘機に反映されるかもしれません。次に2、日本、イギリスの防衛当局は、共同で技術を追求することを可能とする当局間取り決めに署名しました。2022年を通して、さらなるサブシステムレベルでの協力の実現可能性も検討するとしています。これに関して、イギリス側は、BAE システムズ、レオナルド UK、MBDA UK、ロールスロイスが業界パートナーとして担当する予定です。開発経費や技術リスクの低減のため、搭載電子機器、アビオニクスなどでどこまで協力できるかを協議するそうです。その他、防衛省からは、日英の協力のほかに、3、次期戦闘機にかかる国際協力に関するお知らせとして、日米間の取り組み状況について報告がありました。昨年12月に、アメリカのロッキード・マーチン社を、インテグレーション支援の候補企業に選び、今年度は、同社と協議をしてきました。今年8月からは、アメリカ空軍と FMS により、将来のネットワークにかかる共同研究を開始。次期戦闘機が配備される2035年度以降の空対空戦闘の成否を決する重大な要素である、相互運用性を確保するために、米国装備品とのデータリンク連接等について、共同で検討をしているとのことです。また、12月19日の読売新聞からは、エンジン開発以外に、エンジンと関連性のある機体部分も共同開発すると報じられました。具体的には、ジェットエンジンのための空気取り込み口や、大気孔付近の部分とのこと。スケジュールについては、2026年度から試作機を製作し、30年代には飛行試験の開始を目指すとしています。前に報じられてから2年ほど遅らせましたが、配備時期は変わらず2035年の予定だそう。なお、テンペストも同時期のようです。ただ、実証エンジンの結果をもとに、地上試験、飛行試験用エンジンと開発していては、2030年代初頭の飛行試験に間に合わせるには厳しい気もします。もしかすると、実証エンジンは、将来のアップデート用の新しい技術で作り、同時並行で、手堅くこれまでの実証されている技術で次期戦闘機用エンジンを開発するのかもしれません。デジタルエンジニアリングを駆使すれば、開発は素早くでき、仮想的な飛行試験までも模擬し、問題なかったりするのでしょうか。以上が、新たな情報として入ってきたものです。夏の段階では、朝日新聞はエンジンはロールスロイス?日英共同開発へ、エンジン部分を含めた協力について、イギリス側と協議と報じていました。私は、これを、エンジン本体とその他のサブシステムを共同開発すると報じているのだと思い、そこまではせず、エンジンの技術要素の協力程度ではないかと解説しました。今回の発表からすると、朝日新聞の表現で誤解してしまいましたが、間違ってはいなくて、1、実証エンジンの共同開発、2、サブシステムレベルの協力の検討をしているという2点が組み合わさったものだったんですね。イギリス側には、テンペスト用に開発された大電力を発電する電動スターターJ
得意な電子戦システムなどがあり、取り入れられたらありがたいものです。また、ロールスロイス社は、1960年代から日本とは長年の協力関係にあるとも言っていました。航空エンジン関係でしたら、YS-11 に使用された世界初のターボプロップエンジン、ロールスロイス、ダートあたりからでしょうか。T2 高等練習機などで採用されたアドーアマロールスロイスチュルボメカ製です。アドーアでは、イギリス、フランス、アメリカの3種類の生産規格が混在したため、日本の責任で規格の統一化、その他、サージング対策など日本独自の改良を施すことに。指示の通りにただ作ればよかったライセンス生産から、日本独自で改良する方式へ大きく踏み出す結果につながりました。また、国産のファンジェットエンジン FJR710 の性能を見た後、後の V2500 エンジンにつながる RB432 の共同開発を提案したのもロールスロイスです。V2500 から民間用エンジンの共同開発に参加できるようになり、航空エンジンの売上高はそこから大きくなりました。今回の実証機用エンジンの共同開発を通して、かつての FJR710 のように、日本の技術水準を高く認識してもらい、今後の軍用ジェットエンジンの共同開発、量産や、民間エンジンでこれまで担当させてもらえなかった動力部分の開発など、新たな展開につながってほしいものです。最後までご覧いただき、ありがとうございます。皆様は、実証エンジンの共同研究開発に関する今回のニュースでどう感じましたか？もしよかったら、意見や感想も聞かせてください。よろしくお願いします。